サウスストリームは、ウクライナを回避して、ロシアから欧州へ、天然ガスを輸送するパイプライン。2000年代後半からガス供給をめぐって、たびたび起きた、ロシア・ウクライナガス紛争の影響を回避するため、ロシアから黒海及び、ブルガリアを経由して、ギリシャ・イタリア・オーストリアへと、ウクライナを迂回する形で、ルートが設定された。パイプライン建設開始は2013年。 ガス供給開始は2015年を予定しており、同じく計画中のナブッコパイプラインとは競争関係にある。ナブッコパイプラインがルートのみならず供給源をロシア以外に求める計画であることから、サウスストリーム計画はロシアがナブッコパイプライン計画を阻止するプランとも言われる。2014年クリミア危機の影響により、プロジェクトの先行きを不安視する声がある。 2014年12月1日、ロシアのプーチン大統領は、トルコの首都アンカラで、エルドアン大統領と会談後に、記者会見し、東欧に向かう天然ガスパイプライン計画、サウスストリームを中止すると表明した。これにより計画は中止となり、ガスパイプラインはトルコに方向転換されることになる。2008年12月、サウスストリーム建設計画に調印したセルビアボリス、 タディッチ大統領とロシアメドベージェフ大統領。2007年6月23日、国会を経由して、ロシアと欧州をつなぐ、新たなパイプライン、サウスストリーム建設計画が公表され、ローマで開かれた会議で、イタリアのエネルギー企業エニのパオロスカローニ、CEO と、ロシアガスプロムのアレクサンドルメドベージェフ副社長が、サウスストリーム計画の了解を覚書に署名した。 2007年11月22日、ガスプロムとエニは、モスクワで、プロジェクトのマーケティング調査及び技術面での実行可能性調査のため共同事業会社を立ち上げることに合意する文書に署名した。これにより、2008年1月18日、ガスプロムとエニが株式を対等に保持する合弁企業、サウスストリーム AG 社がスイスに設立された。また、 ロシアとブルガリアは、ブルガリアの本プロジェクトへの参入についての仮契約に2008年1月18日に署名した。これは、ロシア・ブルガリア対等の合弁企業を設立し、同社がパイプラインのブルガリア通貨部分の運営を行うという内容で、ブルガリア議会で2008年7月25日に可決された。ロシアとセルビアとの間の最初の契約は、 サウスストリームプロジェクトが公表される前に署名されている。2006年12月20日、ガスプロムとセルビアの国営ガス会社セルビアガスは、ブルガリアからセルビアへのガスパイプライン建設の調査を行うことで合意した。その後ロシアとセルビアは、2008年1月25日にサウスストリームの北側のパイプラインは、セルビア領内を経由させること、 およびパイプラインのセルビア通貨部分とセルビアのバナツキ、ドボル近郊の巨大ガス貯蔵施設を建設する合弁企業を設立することで合意した。また同日、ロシア・ハンガリー間ではパイプラインのハンガリー通貨部分を運営する合弁企業を対等な関係で設立することにも合意している。2008年4月29日にはロシアとギリシャの間で サウスストリームのギリシャ通貨部分の建設と運営に月協力するとの政府間合意に達したことが発表された。2009年5月15日、国会沿岸の都市、そっちでロシアプーチン首相とイタリアベルルスコーニ首相立ち合いの下ロシア、イタリア、ブルガリア、セルビア、ギリシャのガス企業がサウスストリームパイプライン建設合意書に署名した。 2009年8月6日には、プーチン首相とトルコのエルドアン首相が、ベルルスコーニ首相立ち合いの下、サウスストリームパイプラインが、トルコ領海内を通過するとの議定書に署名した。2009年11月14日、モスクワでのプーチン首相とスロベニアのボルトパホル、首相との会談後、ロシアセルゲイ・シマトコエネルギー省とスロベニアのマテーラホーニク経済省は、 パイプラインの一部がスロベニアを経由して、イタリア北部に至るものとする条件に合意した。2009年11月17日、ロシアガスプログ社とセルビアセルビアガス社は2008年初めの二国間合意に基づき、スイスベルンにサウスストリーム、セルビア AG 社を設立した。この会社は、プロジェクトのセルビア通貨部分の技術的、実行可能性を調査する会社であり、 調査ごとをしないように関して、ガスプロムセルビアガス間で合意に達した場合は、セルビアでのパイプラインの設計、資金調達、建設及び運営にあたる合弁会社が新たに設立される。二0 1年三月二日、ロシアエネルギー省、セルゲイシマトことクロアチアのジュロ・ポピアチュ経済、労働、中小企業省は、クロアチアのヤドランカ・コソル首相とプーチン首相の立ち合いの下、 サウスストリームのクロアチア通貨部分の建設に合意する文書に署名した。2010年6月19日、ガスプロム、エニ、およびフランス電力は EDF がプロジェクトに参加することを確認する共同プレスリリースを発表した。2011年3月21日、スロベニアとロシアは合弁企業、サウスストリーム、スロベニア社を設立することで合意した。 これにより、スロベニアを経由するルートがより現実味を帯びることとなった。ロシアから欧州への現在稼働中及び計画中の主要天然ガスパイプライン。サウスストリームパイプラインのロシア、川陸上部分はロシアニジニノブゴロド州、ポチンキ村にあるガスステーションから国会東岸、ロシアクラスのダール地方の町、ジュブガにあるベルゴバヤガスステーションまでである。 このベレゴバヤから全長 900km の国海海底パイプラインを通して国海西岸ブルガリアの都市バルナへと通ずる。ロシア・ウクライナ間のガス葬儀のため、パイプラインはウクライナの排他的経済水域を迂回し、トルコ領海内を通る。国連海洋法条約によると、こうしたパイプラインを大陸方へ敷設する際のコース抽出は沿岸各国の承認を得られるかどうか次第である。 サウスストリームパイプラインの当初の計画では既存のパイプラインとは別に新たなパイプラインを作る計画であったがガスプロム社はブルガリアではブルガリア国内に現存するパイプライン網を使用することを希望した。だが2009年4月プーチン首相はブルガリアの要求を組み既存のものとは別に新たなパイプラインを建設することとなった。なお、 ブルガリア領内ではバルナからはプレベンに輸送され、そこから南西ルート、つまりギリシャ・ヨニア海沿岸からイタリアへと通じる計画である。なおギリシャはサウスストリームからトルコギリシャ・イタリアパイプラインにガスを供給する案を提示している。サウスストリーム北西部はブルガリアプレベンからセルビアに通じる。セルビアではザイエチャル、ベオングラード、スボティツァを経由し、 スボティザからはハンガリーを経由して、オーストリアへと通じ、オーストリアバウムガルテンを終点とする支線が計画されている。その他に、ハンガリーとスロベニアから、イタリア北部にガスを供給するため、イタリアとの国境に近いオーストリアアルノルトシュタインへの支線が計画されている。一方で、ハンガリーの代わりに、クロアチアを通るようにルートを変更する案も考慮されている。セルビアガス社も、 サウスストリームからボスニア・ヘルツェゴビナのバニアルカとサラエボへの支線をサバ川沿いに建設する計画である。サウスストリームのオフショアパイプラインの天然ガス年間輸送量は630億立方メートルを計画しており、パイプラインのセルビア、ハンガリー、スロベニア通貨部分の輸送量は少なくとも年100億立方メートルを予定している。 また、少なくとも二つのガス貯蔵施設が建設されているが、そのうちハンガリーには、最低10億立方メートルの容量の地下、貯蔵施設が、セルビアのバナツキドボルには同じく32億立方メートルの貯蔵施設を建設する予定である。ハンガリーの石油ガス会社モル社は、米系主権、プシタフォールバー村にある、天然ガス電跡を90億立方メートル分のガス。 貯蔵施設として申し入れ、さらに西ハンガリーにある使われなくなったガスパイプラインをセルビア・オーストリア間を結ぶパイプラインとして提供する準備がある。もしサウスストリームがオーストリア国内を通過せずスロベニア国内を通る場合、モルシャはオーストリア・バウムガルトナにある切り替えポイントをハンガリー・ベロースフォールドにあるモルシャ保有の同施設と交換する予定である。 A メルローズリソーシズ社は、ブルガリアのガラタオフショアガス採掘施設を2009年までに、内容量17億立方メートルのガス貯蔵施設に、作り替える計画である。サウスストリームは、ドクウィンガス社の保有する中央ヨーロッパで2番目に、大きいハイダフ貯蔵施設につなげられるのではという、指摘もある。オフショア部分の建設実行可能性については、エニ社の子会社在弁社が行い、 調査は2009年中に終了する予定である。パイプライン建設は2010年に開始され、工事は2015年12月31日までに完了する予定である。また、セルビアへの延長分工事は2012年開始の予定である。パイプラインの総工費は190億から240億ユーロと見込まれているが、これにはオフショア部分の建設費86億ユーロも 含まれている。オンショア部分の公費は実際のパイプライン付設ルート次第であるが、例えばハンガリー通貨部分でも20億ドルと公表されている。オフショア部分で使われるパイプには27.73メガパスカルの圧力に耐えうる非常に小道の大きなものが使用され、そのパイプの肉厚は39ミリメートルにもなる。サウスストリームパイプラインの建設、運営には 複数の企業が参画している。パイプラインのオフショア部分の建設、運営は、ガスプロムとエニの合弁企業であり、2008年1月18日、スイス通クに資本金10万スイスフランで設立された、サウスストリームエイジー社が受け負う。サウスストリームエイジー社の代表には、オランダの天然ガス輸送設備会社ガスニー社の元 CEO、マルセル・クラマーが就任した。また、 フランス電力はサウスストリーム AG 社株の少なくとも10%を保有する。パイプラインのブルガリア部分の建設、運営は2010年11月までに設立予定のガスプロムとブルガルガスの合弁会社がセルビア部分はガスプロムとセルビアガスの合弁企業がそれぞれ受け負う予定である。ハンガリー部分に関してはガスプロムとモル社の合弁企業 SEPCO。 社からハンガリー部分の調査結果を引き継いだガスプロムとハンガリー国立ハンガリー開発銀行の対等合弁企業によって建設運営される。スロベニア部分はガスプロムとスロベニアジョプリンプライナボディ社の対等合弁企業が建設運営にあたる。またクロアチア部分も同じくロシアクロアチア間の対等合弁企業が設立される予定である。 ナブッコパイプラインとサウスストリームサウスストリーム計画は同じく計画中のナブッコパイプラインのライバルプロジェクトとみなされている。ナブッコの総工費は約120億から150億ユーロとみられるためおよそ倍の費用がかかるサウスストリーム計画の実現可能性を疑う声もある。サウスストリーム計画はナブッコに対して同地域における ロシアの存在感を高めるための政治的プロジェクトであるとする専門家もいる。2008年2月25日、ハンガリーを訪問中であったロシアメドベージェフ第1副首相は、ハンガリーフェレンツ首相との会談で、サウスストリームとカスピ海のガスをトルコ経由で南欧、中央に送るナブッコパイプラインは両立しうるものであることを確認し、 サウスストリームはナブッコに悪影響を及ぼさない。それはナブッコがサウスストリームに否定的な影響を与えないのと同じことだと述べた。2010年3月10日、エニーのパオロスカローニ CEO は投資額と運営コストを減らし、収入を増やすためナブッコとサウスストリームを統合する案を表明した。だが、ロシアのセルゲイ・シマトコエネルギー省は、 サウスストリームはナブッコより競争力がある。ナブッコとサウスストリームは競争関係になり得ないとしてスカロニアンを取り下げた。また、ナブッコのパートナーであるオーストリアのオーム部社は、両オプロジェクトを統合する議論はなされていないと述べている。サウスストリームは、これまでウクライナを経由して輸送されていたガスの一部を欧州向けに新たなガス供給源を提示する代わりに、 ウクライナを迂回させる計画と見られていた。一方で、サウスストリームの海底付設分の大部分は、ウクライナの大陸法上に付設されるものと予想されていた。ウクライナがプロジェクトに待ったをかける機会は限られているが、少なくとも、パイプラインをウクライナの大陸法に付設する際には、大規模な環境影響調査、評価と、ウクライナ当局からの環境面での許可が必要になる。 このため、ウクライナがサウスストリームへの建設許可を出すのと引き換えに、ジョージアからウクライナへのパイプライン、ホワイトストリーム建設に、ロシアが許可を出すとの憶測もあったが、結局パイプラインは、ウクライナの排他的経済水域を迂回するため、トルコの排他的経済水域内を通るように、ルート変更された。2009年11月初頭、ロシアプーチン首相は、 オーストリア首相ベルナー・ファイマンとの会談の席上で料金を払わず欧州向けのガスを繰り返し国内ように転用しているとしてウクライナを非難しガス輸送のパートナーであるウクライナが契約上の義務を果たしてくれるものと大いに期待していると述べて改めてサウスストリーム計画を支持する姿勢を表明したイタリアの首相ロマーノ・プローディは2008年2月の 首相辞任前がスプロムからサウスストリームエージン社の会長職に就くようオファーを受けたが辞退している。この動きはノルドストリームエージン社の会長職にドクシュレーダー元首相が就任した件に比較された。プローディの広報担当者によるとプローディを大いに褒め添やしたがプローディはイタリア政界引退後はゆっくり考え事をする時間が欲しいと繰り返し誇示した。 ありがとうございます。